件も聞きたいね。真島の兄さんよ。あんたも本部の若頭補佐だ。何か喋ってくださいよ。アホくさ。ああ？俺は別にどうでもええ。あんたらで好きにやってくれや。どういうことや？風間のおっさんの亡霊探すもよし、キリュウちゃんとドンパチするのもよし、好きにせえ。そうや、一言言うとくわ。ん？喧嘩すんのは結構やが、もしうちの島に入ってきたら、そん時は怪我するだけじゃ済まへんで。真島。ほな。桐生ちゃん、えらいことになったで。そんなことが。すでにお前がカムロ町に戻ってきたことを知っている組もあるだろう。特に神田の動きには気をつけろ。はい。おそらくそれぞれの組がそれぞれの行動に出る。俺は神田の動きを抑え、一刻も早く大吾を撃った男というのを突き止めるつもりだ。その件ですが、実は何？くそ。ああ。だが、もしこの絵の男が犯人だとして、どうやって沖縄と東京の移動を。中原が撃たれたのは昨日の4時過ぎ、大吾が撃たれた時間が6時半ごろ、差し引いて2時間半。沖縄東京間は飛行機でもそれくらい時間がかかる。どうやったって空港から搭乗会に来る時間はないんだが。これは停電か。変だな、カムロ町の明かりはついてるみたいだ。
柏木さん、柏木さん。キリュウ、この男とつながってるやつを探し出せ。つながってる、多分そいつは沖縄のリゾート開発の裏で利権を狙ってる。そいつは東上会に。東上会内部の人間ですか。そいつを探し出せ。いいな。はい。柏木さん、柏木さん。ここから先は立ち入り禁止です。入らないでください。落ち着いて、ゆっくりとこちらに避難してください。ん？おい、ちょっとあんた。ちっ、待て。この君、止まりなさい。待て。おい、そこの君、そこ、おい、離せ。そこの君、待て。おい、そこの君、そこ、おい、離せ、離せ。
うん。止まりなさい。うわ。この君待て。おい。そこの君。おい。うん。止まりなさい。離せ。待て。
と言ってるだろう。うん。止まりなさい。うん。うん。そこの君。うん。事件あるところに桐生一馬の存在あり。お前さんに話がある。久々に一杯引っ掛けねえか。桐生、いらっしゃい。あら、伊達さん、今日はお友達もご一緒？ああ、ママ。伊達さん、ここは？ああ、昔お前がよく使っていたセレナだ。今新しいママに買い取られて様変わりしたけどな。伊達さん、いつものやつでいい？うん、あとで若造も来る。奴の分も頼むわ。はい。ずいぶん若いママだな。ああ、でも度胸と器量はそんじゃそこらのババアよりもすげえ。誰がババアですって？はい、聞かれてたか。まあまあ、ちょっとこいつに話があるんだ。外しておいてもらえっか。はいはい、ごゆっくり。ここは俺らがいつも使ってる店だ。盗聴も盗撮もされてねえ。安心しな。ああ、
しかし伊達さん、どうして俺があの場所にいると。和樹から聞いた。お前さんのことだから、また事件に巻き込まれてんじゃねえかと思ってな。お、来たか。ブツは。もうブツって、そんな物騒な代物じゃないでしょう。はい、どうぞ。こんな強いの無理。ママ、俺のこと殺す気？それより水。はいはい。お、よしよし、でかしたぞ。偉そうに言わないでください。デスクを雑用に使う新人がどこにいますか。もう人使い荒いんだから。それは、ああ、お前に見せておく必要があると思ってな。東城会の現幹部たちの写真だ。どうしてこれを。実は私こういうものでして。伊達さんが新聞記者。ああ、キリュウ、お前が巻き込まれている事件、実は今俺が追っかけてる山とつながってる。山？東城会、そして政治家鈴木義信に絡む沖縄リゾート開発。こっから先は危険な旅だ。お前さんには敵をよーく知っといてもらう必要がある。少し時間をもらうぜ。こいつは峰義孝か。港区を中心としたオフィス街にいるやつだな。とにかく若くて金を持ってる。高級会社を乗り回し、一見すると青年実業家って風貌だな。シテセンやインサイダーを使っての株取引と不動産売買で巨万の富を得た、まあ言ってみりゃインテリ極道の代表格的な男だ。なるほど。今東城会の金はこいつで回っていると言っても過言じゃない。年間かなりの金がこいつから東城会に流れてる。特に三代目錦山組の神田あたりはかなり峰から回してもらってるって話だ。どうしてこの男が神田に。この峰という男、数年前までは新興ベンチャーの立ち上げなんかをやってた普通の会社員だった。それをこっちの世界に誘ったのが武者上がりの神田だったらしい。峰は神田の仲介を得て堂島大吾との杯を交わし東城会へ来たみたいだ。それじゃあ神田とつながっている可能性もあるのか。いや、峰は六代目の信奉者だ。最近じゃ自分の組の力もあって神田の後ろ盾も必要ない。神田のことを煙たがってるだろう。この AV 男優みたいな男、こいつは通称浜の帝王、直系浜崎組組長の浜崎剛という男だ。横浜か。ああ、3年前の抗争事件の後、あの中国系マフィアのジャカに代わって横浜を制圧したのがこの浜崎だ。この男結構裏が見えないやつでな。どういうわけか島を奪ったはずの中国系の連中ともうまくやってるらしい。あのジャカと。ああ、だがこいつが不思議なのはそれだけじゃねえ。実はこいつの組、構成員が10人程度しかいねえ。なんだと。普通あのジャカ相手に横浜の島を奪い合うなら最低500、いや1000以上の兵隊を持っていないと渡り合えない。だがこいつの組はジャカと争うこともなく、やすやすと横浜一帯を手中に収めた。なぜそんなことが。まあおそらく裏で中国本国のマフィアとつながっていて、密輸の窓口や日本での資金運用なんかを引き受けてるんだろう。いいように利用されているだけなのかもしれないな。マフィアとのつながりか。まあ裏は取れないが、今回の一件、裏でリゾート絡みの利権が絡んでいるとしたら、一番絵を描いた可能性があるのはこの男だろう。中国のマフィアと連携してリゾートの利権を得ようとしたと。まあ火事なやらなんやら、さらに裏があるのかもしれん。このスキンヘッドの男、こいつが三代目錦山組組長神田だ。錦山組か。ああ、
お前と3年前戦ったあの錦山組の東大がこいつだ。俺は今まで会ったことがないな。まあ無理もねえさ。こいつは2年前まで強姦で無所にぶち込まれていた。喧嘩と女が大好きっていう典型的なイケイケで、錦山が組長をしていた頃は鉄砲玉にもならねえほどのチンピラだったらしい。どうしてそんな奴が組長に？無所から出て以来、こいつはカムロ町を中心に勢力を拡大していった。徹底的な暴力路線でな。2年前といや、近江連合との抗争の後だ。警察も東条会との距離を取りたがっていた時期に、こいつは感激を縫うように島を拡大。穏健派の2代目風間組の島をどんどん奪い、急成長していった。この男の目的は？ズバリ東条会の跡目だろ。てめえが欲しいものは何があっても取るってやからだ。女だろうと島だろうと欲しいものは強奪する。とにかく力ずくで後先考えずに突っ走る。じゃあ柏木さんを撃ったの？ああ、可能性は高いな。柏木さんは死の間際俺に言った。リゾート開発の裏で利権を狙っている奴が東条会にいると。俺もそう踏んでる。今の東条会でこれほどの絵が描けるのはこの4人くらいだ。柏木さんはもう一つ俺に言った。その裏切り者は大吾を撃った男ともつながっていると。大吾を撃った男だと？大吾、それとリゾートの買収候補地の土地を持っていた中原という男を撃った犯人だ。これ一体どういうことだ？これ死んじまったお前の親代わりだった風間じゃねえか。俺にもまだわからない。大吾と中原を撃ったというこの風間のおやっさんに似た男、俺を襲った黒いスーツの白人たち、それにさっきのヘリの襲撃、敵は一体どこにいるんだ？まあ今はとにかく東条会の裏切り者を探すしか道はねえようだな。ああ、俺はこの絵の男が誰なのかを追ってみる。お前は柏木を殺す可能性が一番高い神田を追え。分かった。悪いな。おお。何？お、なんだと？桐生。